ムアン・チェンラーイ軍はタイ、北部の軍、チェンラーイ県の県庁所在地でもある。チェンラーイとはマンラーイの町という意味である。日本語ではチェンライ、チェンラーイ、チェンライなどとも表記される。1262年頃、ラーンラータイ王国の創設者は、元の勢力を避けようとしたメンラーイ王によって建設され、それまで首都であったグン・ヤーンから遷とした。ただし、 当時建設されたのは、カタムモントワット同一ムトオンの近辺のみであった。しかし、ベンラー・アイ・オーは、チャオプラヤー側に続く、ピンカワ沿いの地域を掌握すると、1296年には、遅延前に、再び戦とした。その後、長きにわたりウッパラートの町として機能した。遅延ラーイの国ターオマハプロムガラ・アンナーの国王であったセイン・ムアンマーから王位を散奪しようと、 クワダてたが、アユタヤの王パグワの介入で、セーンブアンマーは、王位を取り戻した。1434年、エメラルド仏が見つかり、ワットプラケーオに収められたとも言われている。1558年、ビルマの軍門にだった。その後、チエンマイの君主、カーウィラより、現在のイ北部一帯が解放され、チャクリー王朝の派遣下に入ったが、しばらくは放置されていた。 1842年に、ラーマ3世の命により、遅延来県一帯を治める町として、町が再建された。ワットロン君また芸術家、チャルームチャイコーシットピパットのふるさととしても知られ、彼のデザインしたワットロン君という寺院が新たな観光スポットとなっている。市内は、国ク側の形成した大地に位置する。旧市街は、川より南側にある。 軍の東は山があり、空港の森林公園が存在する。交通網として、バンコクからミャンマーのタジレクまでをつなぐ、国道1号線が南北に通っており、チェンライ国際空港が空の玄関口としてある。台北部に位置するため、冬は冷え込み、最低気温摂取10度前後まで下がる日もある。山岳地帯を背後に控えるため、雨季は雨が多くなる。 ナーンレイと呼ばれるパイナップルの名産地であり、デサンテと呼ばれるチワインをチエナーアイワイナリーが生産している。軍内は16のタムボンに分かれ、その階に256の村がある。市内には停車バーンが一つあり、一家のようになっている。また軍内には14のタムボン養成体が置かれている。なおかきは市内のタムボンのリストである。うち欠番のタムボンは、 チエンラーイから独立してメーラーオンンとして成立したタムボンである。タムボンウィエン、タムボンロープウィエン、タムボンバーンドゥ、タムボンナーンデ、ー、タムボンメーカーオトム、タムボンメアを、タムボンサンサイ、タムボンエーコーン、タムボンフワイチョムプー、タムボンフワイサック、タムボンリムコック、タムボンドイラン、タムボンパーオトンチャイ、タムボンターサイ、タムボンドイハン、 タムボンタースと、ありがとうございます。